うちの主人は某運送会社に勤務。制服ですぐわかる、イコール、制服着てたら〇〇さんと信用して、ドアを開けてしまうので、最近の治安の悪さから、制服管理がかなり厳しいです。ただポロシャツタイプなので、普通に洗濯できるので、だら奥気味な私は助かってる。うちは一戸建てなので庭に干すな。コインランドリーなんてとんでもない。以前に、マンション住まいの社員が、ベランダに干す、風で飛ばされて紛失、降格になったことも。一枚一枚がバーコード管理なので、定期的にチェックがあります。我が家も、乾燥、そのまま、主人の部屋に、翌日分だけかけるようにしてたのですが、夕方、主人の部屋に入ったら制服がない。かけ忘れたのかと、クローゼットの中のとバーコードの控えをチェックするも、やっぱりない。そこで思い出したのが、お昼に回覧板を持ってきてくれた時に、ちょうど、実家からもらい物があったので、待っててくださいね。とキッチンに行った。ちなみに、玄関横の部屋が主人の部屋。これは、A さんしかいないと思ったけど、証拠がない。何より、もし A さんじゃなかった場合に、訴えられる？ A さんにしても、泥棒にしても、悪用されたらとんでもないことに。そっちの方が怖いし、主人も解雇される。近くに交番もありますが、その5分ほど先には、警察署があるので、そちらに向かい、泥棒に入られました。パニックになりながら話す私に、おまわりさんも、落ち着いてくださいね。何取られたとか、わかる範囲で教えてください。と優しく言ってくれました。が、ポロシャツ1枚の返事に、明らかに態度が変わり、勘違いじゃないですか？でも、〇〇の制服なんです。悪用されたら、と言うと、周りの方も、ただならぬ雰囲気に。ここで号泣してしまったのですが、まずは、状況を見させてくださいと、我が家に来てくださいました。薄暗くなってたとはいえ、住宅街にパトカーは目立つのか、ご近所さんも楽てかな感じて出てこられて、警察も、空き巣の可能性で、まずは、家の周囲を調べていると、A さんが登場。A、何があったの？私、ちょっとなくなったものが。A、服くらいで、警察呼ばなくてもいいじゃない。やっぱりというか、自爆来た。と思いながら、A さんの声は、私にしか聞こえてなかったので。服くらいって、ひどくないですか？てか、どうして服とわかったんです？私何も言ってないですけど。と、途中から、制服のありかが分かった安心感から、号泣しながら A さんに詰め寄る私。その声に警察も、ご近所の方ですか？少しお話を聞かせてください。そこで、A さん悲する。このスレで、藤子って本当に言う人、初めて見ました。と見かけるけど、私も、本物だ、と感動しました。そこへ、A さんのご主人が帰宅したようで、物々しい雰囲気に、やじ馬気分で我が家にやってきたものの、規制を上げてるのが、自分の奥さんだと気づいて、目玉どこう状態。とりあえず事情を聞こうと、警察が、A さんを車に、というところで、A さんは、すごい勢いで走り出して自宅へ。慌てる警察。しかし、すぐに戻ってきて、うちの制服と、なぜか、白衣を私に投げつける。そして、貸してもらってたけど返したわよ。は？白衣なんていつの間に？後出しですが、私は歯科衛生士をしてまして、臨月まで勤務してたので、妊娠中用の白衣を自腹で買ってきてました。なので、退職しても自分で持ってたわけで。制服は悪用の可能性だけど、白衣は何のため？そしたら A さん。最近旦那がしてくれない。白衣を着たら頑張ってくれた。今度は、宅配さんと奥さんの支柱でするから取った。警察も周りもポカーン。借りただけ。返したから。と叫ぶ奥さんを、警察にお引き取りいただいて、一件落着？でした。こんな時間なのに、
シェアいただいて嬉しかったです。解決済みだし、まとめてみたらかなり長くて、書き込みためらってたけど、吐き出させてもらってよかったです。A 旦那さんですが、目玉どころだったのが、A さんが連れて行かれるときは、魂が抜けたようになってました。私も警察に行かないといけなかったりで、お話もできなくて。お迎えのご主人の話では、かなり長い時間、そこにいたそうです。行ける屍ね。宅配制服ですが、やはりパッと見てわかるところだと、信用して開けるようで、他の大手宅配さんで、悪用した事件があったようです。A 家の動向ですが、先月の出来事なので、引っ越しはありませんが、A さんは実家預かりだそうです。A さんは、旦那さんが年上で、もうすぐ定年と言ってたので、50代半ばみたいです。白衣は、娘が最近病院を嫌がるようになったので、歯科時代の写真と、実家に置いてた白衣を送ってもらって、見せながら、ママも看護師さんだったんだよ。衛生士だけど、説明が難しくなるので、ママ怖くないでしょ？だったら〇〇先生も怖くないよね。とやってました。白衣といっても、ピンクでブランドものです。小柄なのと、お腹が目立たない方だったので、M サイズのベルト外しただけで臨月まで行けました。処罰は、被害届は出さず、白衣の弁償金と少額の慰謝料です。初書き込みで舞い上がってしまい、失礼しました。ロムに戻りますね。聞いていただいてありがとうございました。